サンテティエンヌの主将である34歳の元フラス代表 DF ロイク・ペランが、現地時間30日、今期限で現役を引退することを発表した。自身の公、インスタグラムやクラブの公式ツイッター、伝えられている。今シーズンの欧州サッカー、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実習、34歳のペランは、地元サンテティエンヌ下部組織から2003年にトップチームデビュー。サンテティエンヌ一筋で17年間プレーした。公、戦通算469試合に、出場30得点15アシストを記録した。ランス代表に招集された経験はあるが、試合の出場はない。ペランは、キャリア最後の試合、なった24日のクープ・ドゥ・フランス決勝のリ・サンジェルマン、PSG 戦に先発。しかし、前半31分、PSG の FW キリアン・ムバッペを倒してしまい、一発、キャリア最終戦は退場となり、31分間の出に終わった。両